皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。今回は手持ちの苗を利用して植え替えをしたいと思います。そして今回はこちらの光酵素を使いたいと思います。詳しいお話はまた後ほどでしたいと思います。11月になって明け方10度を下回る気温の日もあります。今回は新しい苗を少しだけ足して元の苗と一緒に植え替えをしていきます。今回買い足した苗はバコバ、オギザリス、ブラキカム、キューコンベゴニア、ユーフォリック、アザレアになります。一見見るとすごく個性的な苗のように感じて、私も購入するのを迷ったんですけれども、オギザリス、キューコンベゴニア、アザレアは私は今回初めて購入しました。キューコンベゴニアは在庫処分だったんですけれども、お値段が半額だったので買ってみました。こちらのアザレアはお値段もお手頃でお花も綺麗でしたので購入してみたんですけれども、今水切れでお花がしおれている状態です。今回は一つ一つ特徴的なお花を買ってきたんですけれども、こちらを手持ちの苗と一緒に組み合わせて植え替えをしていきます。私は九州に住んでます。今月の3日の日に福岡県朝倉町の方に行ってきました。数年前に台風の被害でニュースになった場所なんですけれども、そちらに三連水車の里朝倉というお土産を売っているところがあるんですけれども、そちらに立ち寄った時に購入してきました。皆さん結構匂いとか気になる方もいると思うんですけれども、匂いを嗅いでみると液体の方はほとんど無臭状態です。粉の方は牛糞や油かす、骨粉、馬の堆肥のようには匂いはしません。匂いはするんですけれども、牛糞や骨粉のような臭いなっていう風な感じるような匂いではないと私は感じています。ご覧のように粉の方はとてもきめ細やかな素材になっています。この後私は実際使ったんですけれども、使った感想はとても土に馴染みやすかったです。朝倉町は以前台風の被害で大災害を受けまして、それから一生懸命復興をしているんですけれども、お店に休憩で立ち寄った時にお買い物に来られていたご近所の本当に主婦の方だったんですけれども、その方が私に声をかけてくださって、これとっても効くよ、いいよっておっしゃってくれたんです。花もよう咲くし、大根でも人参でも美味しくできるよって主婦の方が私にとても熱心にお話ししてくれたので、じゃあ買ってみようと思って買いました。今回は手持ちの宿根草や多年草と合わせて植え替えていきます。こちらはクロトンになります。私の場所は狭く日当たりが悪いんですけれども、お花にこだわらずにこういった観葉植物をガーデニングに取り入れることにしてます。クロトンは日本の暑さにも耐えられます。玄関先や庭先に飾るととても映える夏の植物です。こちらのコニファーは100円ショップのダイソーで購入したものなんですけれども、2年ぐらい育てています。ヒリクサムは私が挿し木をして育てたものです。私はこれまで3回ぐらいゴールドクレストを購入したことがあるんですけれども、毎回枯らしてしまいました。でもこちらのコニファーは枯れることもなく元気に育ってます。手間も管理も必要がなくて育てやすいので、皆さんにおすすめしたい植物です。日本の暑さや乾燥にも強くて、生け垣やグランドカバーに適していると思います。土には赤玉土や腐葉土、バーグ堆肥、ピートモスなどを混ぜる形で再利用をしていきます。植物によっては好みがあるので、ピートモスや石灰を使って個別に土作りをした方がいいと思うんですけれども、私の場合は大まかにいつも作っています。酸性雨や水道水の影響が出るので、
少しアルカリ性寄りに土は最初から作った方がいいかもしれません。女性の方が説明してくれたお話では6号鉢から8号鉢に対してカレースプーン1杯または2杯っておっしゃってました。それなので今回はその通りにしたいと思います。そしてたらいに入っている土に少し混ぜ合わせます。パウダーのようにサラサラしているので非常に土に馴染みやすいです。一重咲きのように咲いているお花がメスで、八重咲きのように花びらがたくさんあるものがオスになります。ベゴニアはメスとオスが一緒になっている植物です。私の中ではベゴニアとインパチェンスはとても苦手意識が強い植物だったので今まで使うことがなかったんですけれども、今回半額になっていたので思い切って購入してみました。今まで育てたことがなかったので実際のところ私自身も分かっていないんですけれども、失敗してもそれもまた勉強かなと思ってどのようになるか楽しみにしてます。こちらは今まで玄関に飾っていたんですけれども材料が少し足りないのでこちらも使うことにしました。最近の私の園芸のこだわりのテーマの一つに植物の葉っぱを楽しむというものがあります。最近はそこまでお花にこだわる必要はないかなと思ってます。今から25年ぐらい前から日本にイングリッシュローズ、オールドローズというものが流行り始めてからたくさん可愛らしい草花も増えました。お花も素敵なんですけれども植物や木の魅力の一つに葉っぱの形状や色があるなと感じてます。2リットルのお水に光酵素をキャップ2杯薄めていきます。こちらの寄せ植えにはアザレアを使いました。こちらの液体は匂いもなくて本当に使いやすいなと感じてます。粉末や液体の効果が現れるのは来年の4月5月の春の時期だと思っているので、これからの季節はバラの植え替えやいろいろな苗木の植え替えになってくるので土に混ぜたり液体を与えながら成長を見ていこうと思っています。最近の明け方は10度を下回るようになってきました。とても寒い朝を迎えているんですけれども、クロトンの方も心なしか元気がないなと感じてます。クロトンが弱ってきたらまた植え替えをするつもりなんですけれども、クロトンとヘレクサムの葉っぱの色合わせが意外と合ってるかなと感じてます。こちらは東側に設置しているゼラニウムなんですけれども、11月現在で午前中の11時ぐらいまでしか日光が当たりません。10月に一度植え替えを済ませてるんですけれども、風景が寂しいので家にある苗を使って植え替えをします。こちらの花壇も気温が寒くなってきて寂しい風景になってきました。12月に来年の春に咲くようなビオラやパンジーなどを植えるつもりなんですけれども、今回はこちらの紫おもとを使ってアイビーと一緒に植え替えます。11月になってホームセンターに行くとハボタンとかもうお正月向けのお花がたくさん出ています。欲しい苗がたくさんあるんですけれども、やはり普通の家庭ではたくさんお金もかけられないので家にある宿根草や苗木を利用してこうして植え替えを楽しんでます。
店頭に並んでいる苗は肥料や消毒済みなので苗木がとっても整ってて綺麗なんですけれども、家庭の苗は虫に食べられていたり、葉っぱの色が悪かったり形が悪かったりとして見た目はあまり良くないんですけれども、こうして寄せ集めなんですけれども、寄せ植えするとなんとなくですがまとまりよくまとまったように感じてます。今回は今まで育てたことがなかったものを育ててみたいという思いもあったんですけれども、結構買ってくると個性的でちょっと大丈夫かな、色あせとかちょっとおかしいかなというふうに思っていたんですけれど、作業が終わってみると意外とまとまりよく落ち着いたかなって感じてます。アザレアは寒さに強くて丈夫な苗木です。今お花がつぼみ状態なんですけれども、これから咲いてくれると思います。オギザリスは太陽が当たる明るい場所でない限り咲かないので、今お花が咲いていない状態なんですけれども、東南の玄関に設置してお花を楽しみたいと思ってます。ヒポエステスは夏の暑さに少し弱かったです。葉っぱが落ちてしまって今現在新しい新芽がたくさん出てきました。葉っぱに特徴があって色も個性的なのでとてもお気に入りの植物の一つです。小さなブルー系のお花がたくさん咲きます。とても可愛らしいお花です。キューコンベゴニアはユーフォリックとバコバと合わせて愛らしい雰囲気に仕立ててみました。半額のお値段でしたけれどもまだまだ楽しめると思います。初めて育てるんですけれどもいろいろ育てながら勉強をしてみたいと思ってます。これからも手元の苗を工夫しながらいろんな寄せ植えを楽しんでいきます。ご視聴ありがとうございます。